あ、もう早くつけたかった。あイエーイ、完璧に治ったね、うん、こっちが壊れてた。どっちだった？こっち。こっち、うん、うわーすげえ、完璧に戻った。綺麗に、綺麗になってる。お、そっか、新しいのつけてくれたんだ、うんうん、弁慶の。ちょっと福井、福井県、はい、福井県のなんて町だっけ。福井鯖江市、鯖江、はい、鯖江、金江県鯖江。今我的朋友在那边的市政府工作，所以他说应该鯖江市。お、手作りメガネの家だ。こっちは前のまんまで、こっちだけ新しくなった感じ。やっぱいいね。いいね。でも違うの感じですよね。こっちの方が軽いけど、うん、やっぱちょっと重い方がいいね。これは。韓国のメイドイン、はい、メイドインコリアで、いくらでした？2900元、2200元。いや、1400円くらい。あ、フレームは1400円、で、こっちが8500円くらい、4倍違う、うん、でも、わかる、なんか違う理由がわかる気がした。6倍くらいかな。6倍違う。いやー、ちょっと久しぶりにつけよう。やっぱ日本のメガネはすごいよ。日本のメガネは本当にすごい、うん、久しぶりに上口に。あ、これ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 この感じが、これこれこれ、あー、いいわ。別にこれが悪いわけではない、これはいいけど、うん、なんか落ち着かないんだよね、やっぱり。やっぱこれが、感じがカチッと合うね。これはたまに休憩の時、はい、ちょっとだけ調整。これはサブで撮っておきます。雨の日用にしよう。晴れ、雨、うん、雨の日にはこっちにして、うん、そうだね、こっちの時はこれ、こっちつけて、うん、それがいいね。あとは自転車用とかにして、外、中みたいな、うん、もう降りたくないから。外で電車に乗るときにポケットに入れて降りたから、外では使う。ボックスの、そう、ボックス絶対入れないとダメじゃないと。これも一個サイド少し傷入ったし、うん、福井県鯖江市の技術者の皆さん、ありがとうございます。最近ミエンシェンがすごい好きで、ムシンルーナビエンダミエンシェン、ホンミエンシェン、めっちゃ美味しいね。毎週食べてる、毎週2回ぐらい食べてる。安いや、安いし、35円くらい、そうそう、35とか45で安いし、お腹いっぱいにはならないけど、ちょっと食べたい時とかね。あの豆花屋もそう。豆花、豆花、えー、あ、あの、え、ムーシンルー、ムーシンルー、あ、所以你是吃一般的面線、不是那個。对，台湾の面線が有两种、うん、白いと赤いの。あ、そうなんだ、うん、俺どっち食べてんだろう。白かな、多分白いの、白い方、うん、とは赤いのが就像那个新光路上面那一家、うん、あれ赤い、うん、あれ赤い、色々分かれてる、ね、あ、今日